はい、おはようございます。坂です。いやー、なんかこうすごい相場になってますね。ドル円がこう上昇が止まりません。背景としてまあドルが強いというのもありますし、まあ、円が弱いというのもあります。今日もちょっとこう動きがね、いつまで続くのか、深夜帯になってもよく動いてましたんでね、動画の時間もかなりこう遅らせて、状況の方を見ているんですけども、ちょっとこう読めないですね。いろんな考え方が出てきてしまって、まあ難しい相場だと思います。まあ、ひとまずね、このあたりをチャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷え性が重ねています。まあこう見ていただくとも分かりますよね。ドル、えらい強い上昇トレンドです。このあたりで一旦終わりの重さも見てたんですけどもね、高値抜けてまたこうどんどんと買いが入ってると。ただこれはもう昨日の動画でも言いましたけどもね、僕やっぱり調整の動き少しやっぱ意識してしまいますね。確かにまあ高値はずっとこう高値を更新していますから、今日も高値更新、まあ、全然あり得るかと思いますし、警戒もしていくことにはなるかと思います。売りを見ていくにしてもね、いきなりこうドーンと崩れてくることをこうイメージしていくのも難しいですからね。まあこれだけ強ければこう下がったら買いも入ってきてしまうでしょうから、売りを見ていく、例えばこう高値圏を意識してショートを見ていくにしても難しい環境。まあ、今の目先の事実を見ていけばチャートはすごく強いわけで、今日もドルを買っていく流れを想定ということにはなってきそうですけども、ただこれ小さくしていくとだいぶ景色変わるんですよね。例えば、この戻りなんですけども、この前には下落トレンドがあるわけで、ということはどこかでこう戻り売り、まあ、いわゆるこう上値の重さが出てきてもおかしくないような環境ではあるんですね。この上げのペースも相当早い。まあ、ここの売りトレンドもかなりのペースで下がっていたなと思いましたけどもね、まあ、それを上回るペースでのこの買い戻しということになっていますけども、まあ、これもそろそろいいところまで来てるかなというふうに思うんですね。過去の抵抗ラインにも今はもうぶつかってきています。ということで、僕はどうしてもこう高値警戒感は見ながらの、ただ目先の動きを見てると強いわけですから、これをどっち見ていくのかと、これはもう人によって意見も分かれてくることになるかと思うんですね。ということで、ドルに関してはこの調整の戻り売り、意識しながらも目先の動きを見てるとまだまだこれは強いと。今日も高値更新とかね、そういったことは全然あり得るかなというふうに思ってます。ただ高値を掴むのは避けたいですかね。例えばブレイクしたからロングだとやってしまったら、こう潰されてしまうということもこれは全然ありそうで、今のこう短期的な波の起点というのは一旦こう押しが入った先週の金曜日、このあたりの安値、まあ、今週の初め値ということにもなりますけどね、今週の初め値からの上昇を見ていくのもありかなと。そうするとまあ調整のサイズ感というのも見えてきますね。仮に流れが止まってくると、これぐらいのサイズの調整はあってもいいのかなと。まあ、これも個人的な話になりますけどもね、この状況からドルがガンガン買われてもなかなかついていくのも大変な相場にはなってしまっていますから、まあ、簡単には売れないですけどね。ただまあこのあたりの上値の重さが見えてくると、まあ、一旦のショートなんかは僕はちょっとこう意識して見ていこうかなとは思います。ただまあ簡単にやっぱ売れないですね。そこは慎重に見ていくということになってきそうです。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷え性が重ねています。まあ、円指数はまあ昨日も大きな売りが入りましたけどもね、ポイントはその前の日じゃないですかね。このあたりのレンジ、サポートが見えていたところを割り込んだのが火曜日の動き。まあ、これをブレイクということだったんでしょうね。下落トレンドがこれで見えた。まあ、昨日の売りというのはこのあたりのサポートを意識したロング勢の投げということにもなったのかもしれません。ただこれ夜に入ってから結構な勢いで戻りが入ったんですね。この動きはちょっと気になるところです。はい、というのもこちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境、ここに上昇トレンド、このあたりで一旦調整の動きが出てたわけですけども、まあ、ちょっとこう、押し目買いは失敗してきてる環境がもうこのあたり見えていますね。まあ、短期的な下落トレンド、まあ、週足環境の短期ですからね、それなりのサイズにはなっていますけども、下落トレンドがこれ見えていると。そしてまあ今週の動きなんですけども、下に抜けつつあるんですね。ただ実はこの週足というのはまだ確定はしていないんですね。今日明日があるわけですから、仮にの話になってきますけどもね、今日明日で円の方に強いリバウンドが入れば、再びもこのサポートは見えてしまうということになります。下ヒゲをつけるということになりますんでね。ではこういった強い買い戻しが入ってくるのかと、昨日の動きを見ているとかなりこの円の弱さというのは目立っていましたので、まあ、正直ここまでの強い買い戻し、期待していくのはちょっと難しいのかなと個人的には思いますけども、はい、こちらが5分足、1時間足を重ねています。まあ、このあたりまで戻ってくると、週足のサポートが見えてしまう場所ですね。ですから、木曜日、金曜日でこのあたりまで戻りが入ったら、少し円は底堅いということになるわけですね。今はこの売りのトレンドが出てますから、戻り売り環境はしっかりやると。今これ売りが入ってきていますから、円買いに関してはこの高値を抜けてくると、ちょっとこう警戒はしないといけないかもですね。
相当な大きなペースで下げましたんでね、多少の戻りなんかはあってもおかしくないと思いますけども、昨日で一旦この戻りの高値は見えています。この高値を抜けてくるかどうかで今日は判断を分けていこうかと思います。ブレイクしてくると円の買い戻しを、抜けてこないんであればね、上値の重さを見ていこうかなとは思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。昨日もドルが強くて円が弱いと、ここ最近の環境通りといえば環境通りですかね。5ドルがちょっとこうわからない動きしてますね。もう買いが入ったり売りが入ったりと、ちょっと読めない、わからないものはもうわかるようになるまで様子を見ていけばいいかなと思うんですけども、気になっているのがこのポンド。昨日までの動画で僕はずっとこのポンドというのは底堅いと、ですからこうドルに売りが入ってくるんであれば、ポンドの強さを見ていくのは面白そうかなという話をさせてもらっていたんですけども、昨日もポンド強かったですね。途中までいい感じだったんですけども、夜になって結構こう売りが入ってしまったんですね。ドルも強かったんで、売り自体が入ってくること自体はおかしくはないんですけども、ユーロなんか見てると全然こう売りが入ってないですからね。このあたりと比べると、ちょっとこう弱さが出てしまったかなと。さらにこれポンドドルのチャートを見ていくと安値割ってしまったんですよね。だからこその売りかなという気もしますけども、この売られた分、すぐにでもこう買い戻しが入ってこないと、今後このポンドは強いという話になってきにくくなってしまいますんでね、売られたポンドに買い戻しが入ってくるかどうかは今日注目したいと思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。強烈な上昇トレンド、もう週足見ませんけどね、週足もしっかり陽線がバンと立っています。チャートはすごく強いということですね。あとは今のこのドル円の環境もすごくいいんですね。ドルがすごく強くて、円がすごく弱い。ドル買いが一服しても円が売られて上がると。円売りが一服しても今度はドルが強くて上がると。何をどうしてもこのドル円はもう上がってしまうという、そういった状況でもありました。強い動きでしたね。今週の初め149円台ですからね。随分こう早いペースで上がってきてるなと。ただ上げのペースはかなり早い。あとは夜になって若干こう上値の重さが出てるのも気にはなるところかなと思います。ただそういった不安材料、そういったものも全部取っ払ってしまうぐらいの強さはチャートの方からは見えてきますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。ただ短期足見ていくと、実はもう一旦流れが止まってるんですね。このあたり、上値の重さが見えています。であれば、調整の動きを見ていくということになりますから、これ、フィボナッチを当てると、こんなぐらいのサイズ感はやっぱり見たいですかね。そうすると、152円の真ん中から前半あたりまでの押し。これはあくまで押しですね。チャートの崩れなんかを見ているわけではないんですけども、仮に上昇トレンドの継続を考えていくにしても、これぐらいの押しはあってもおかしくないということにもなりますし、ということはこうロングをしていく際にはこの押しを想定しながらロングをしていく場所を探るということにもなります。一旦調整の動きになってきていますからね、特に気をつけたいのは高値のロングとか、あとはあまりにもこう押してきた場面において、チャートの崩れをこう意識しすぎて、突っ込んだところのショートとか、そういったのは気をつけたいですね。僕はここをレンジそば、調整局面を疑って見ていこうかと思ってますんで、上がったらやっぱり売りが入りやすいのかなと、下がったら買いが入ってきやすいのかなという値動きをこのあたりで見ていこうかなと思います。昨日の動きを見ても153円を超えたあたりの高値圏というのはね、意識してもいいのかなというふうに思いますね。上位足の関係を見るとまだまだ強さはありますけども、短期足見ていくとも上値の重さは見えています。今日は調整局面、特にこう高値圏からの売りは意識して見ていこうかなと思います。ただしこれ抜けたらダメですからね、捕まらないように、自分そこは注意はしていただければと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロドル、1時間足に冷え性を重ねています。とことん弱いですね。ドルがずっと強かったですからね、当然売りの圧力は強くなります。ただ昨日実はそんなにユーロが弱くなかったということで、若干底堅い動き、特にこうヒゲをつけた動きにもなっていますけども、若干こう下から買いが入っている流れもあるんですよね。正直このユーロは下げのペースもかなり早かった。ユーロが弱かったですからね、早かったんですけども、これフィボナッチ当てるとちょっとこう気になる動き、このあたりで底堅い動きになってくるんであればですけどもね、当然調整を見ていくわけですけども、サイズ感としてもこれぐらいのサイズ感はやっぱり意識したいなと。そうすると今のこの安値、昨日のヒゲの部分ですね、高値が直近の高値、見ていくとこれ結構いいサイズ感になってくるんですね。もしかしたらこれレンジの安値になってくるかも。当然昨日みたいにね、冷やしがですね、こうしっかり抜けてくると、これはもう難しくなってくるんですけども、この下髭を見ての一旦のサポートを意識というのは今日はちょっとこう意識して見ていこうかなと思います。
相変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷え消化されています。このポンドはユーロなんかと比べても随分チャートは底堅かったんですけどもね、まあさすがにドルが強すぎますんで、下落にはなってしまっているわけですけども、まあ案外底堅い動きをしていたわけですね。ただまあさすがに昨日のこの冷やしはちょっとしんどい、直近の安値、ね、もう明確に割り込んできています。まあこうなると売りのトレンド、まあ波が見えてしまいますよね。大きな波を見ても下を向いてますし、短期の下落のトレンドも、まあ、こんな感じで見えてしまってるんですね。こういった状況を見ていくんなら戻っても戻りるということになってしまいますから、まあ、ちょっとこう売りの流れが出てきやすそうな、まあ、そういった環境にはなってしまっています。まあ、特に夜に入ってからのこのポンドの上値の重さというのはちょっと気になる動きでした。ですけど、まあ、昨日の動きだけをもってね、もうポンドはダメだとは言わないですけども、さすがにまあブレイクしてくるとまあ買いにくくなってしまいますので、もしこのポンドが本当に強いんであればね、今日あたりもしっかり買い戻しが入ってほしいところですけども、まあ、そういった買いが入ってこないと、なってくると、まあ、今後はちょっとこう上値重い状況は続いてしまうかもしれません。ただ、まあ、このポンドというのはね、チャートの方をずっとこう小さくしていくと、この前には強い上昇トレンドがあったりするんですね。まあ、このあたりの押し安値を割ってきてますから、さすがに今はちょっとこう、しんどい流れになってきてるんですけども、上昇トレンドの、まあ、押し目買いというのは全然あり得るかと思いますね。ただ、まあ、買っていこうと思うんであれば、しっかりこう、サポート、底堅いという動きが欲しいですよね。ただ、今の目の前の動きを見ていると、そういう動きはまだ見えていませんので、今までこのポンド、なんとか踏ん張っていたわけで、このポンドが強い状況をまだ見ていこうと思うんであれば、まあさすがに今日はこうしっかり買いが入ってこないと、まあちょっとこう難しくはなってしまいそうです。まあ事実を見ていけばもうこれは完全に割れてますからね、まあ売りを見ていくとか、戻り売りを見ていくとか、もうこういったのも全然ありだと思いますね。事実はもう完全に割り込んでしまいました。まあ、ひっくり返そうと思えば強い買いが欲しい、そういった買いが入ってくるのかどうかというところを今日は注目したいと思います。はい、がありまして、こちらが5ドルドル、1時間足に冷え消化されています。まあ、5ドルはちょっとこう分かりにくい動きしてますよね。直近強くなったり弱くなったりと、上がったり下がったりという動きが出やすいということになるわけですけども、ただまあドル強いですから大きな流れはやっぱり真下を向いているかなと思いますし、昨日の冷やしを見ても安値を更新してきています。抜けたとなってくると、これは下落トレンドを見ていくことにもなります。ですから、まあちょっとこう、チャートの形は違いますけども、ポンドとすごく似通った環境ですかね。ですから、こちらも、底堅い動きになってくるんなら、もう今日ですね、今日すぐにでも、強い買いがバンと入ってくれないとなかなか、まあこういったサポートは見えなくなってしまいます。陰線が出てしまうようだとも、これは完全にブレイクですよね。まあ、ポンドと同じく見えていたサポートも割り込んでしまいました。これ以前にロングを見ている方にとってはもうこれは一旦の投げの対象になってくるような動きだと思いますね。逆に現状ポジションがないんであればね、戻りが入ったらまたこうロングを狙っていくのも面白いと思いますけども、ただそのためにはこうしっかり買いが入ってほしい。今の現時点でロングというのはなかなか難しいと思いますね。ブレイクしてきたこの環境から買い戻しが入ってくるのかどうかを注目して見ていこうかと思います。はい、ではこの後は黒線の3通貨を見ていこうかと思いますけども、円が相当弱い、まあ、下に抜けてしまいましたんでね、どのチャートを見ても上の流れが出ています。まずこちらがユーロ円、1時間足に冷え消化されています。まあ、こちらも高値抜けましたね。ということで、まあ、上昇トレンドを見ていくと、もうブレイクですからね、今日も高値更新は相当こう意識して見ていくことにはなってきそうです。はい、ただまあ少しこう気に留めておきたいのが週足環境ですね。こちら4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくと下落トレンドの戻り寄り環境がまだあるわけですね。このあたり今動きがないわけですから、大きなレンジを見ているわけですけども、そうすると今のこの動きが見えてきます。現在この高値から抜けそうになってるんですね。ただあくまでこれはまだ確定していません。例えば木曜日、金曜日、売りが入って例えばこう潰された、例えば今164円の60あたりですけどね、163円あたりまで下落してくると、これは上ヒゲをつけるということになります。まあ、そうするとまあこれをブレイクと見ていくのも難しくなりますし、現在地は高値圏、これをきっかけでまあ売りの流れが出てきたりも全然あるかと思います。まあ、短期足見ているとも完全にブレイクなんですけどね。ただ木曜日、金曜日と、この週足が確定するまでにあと2日間ありますので、この2日間で売りが入ってこないかどうかはしっかり見ないといけないですね。はい、変わりまして、こちらがポンド円、1時間足に冷え消化されています。このポンドも同じですね、直近の高値、もう明確に抜けてきました。上昇トレンドを見ていくことになりますけども、まあ、この上髭ですよね、若干やっぱり気になります。
はい、こちらが4時間足、少々重ねています。ということで、まあ、上位足を見ていくと、これ、ユーロと似たような景色、下落トレンドの調整、まあ、ユーロよりは強いんですけどもね、高値も抜けてきてますから、上昇、まあ、上の波は見えてはいるわけですけども、ただこのあたり一体、調整としてもし見ていくんであればですけどね、現在地は、まあ、高値圏、抜けたかどうかという動きになってるかと思うんですね。まあ、現状は抜けてますよね。ですから、例えばこう、今週木曜日、金曜日でこのあたりでキープするだけでも、まあ、ブレイクになってきますので、まあ、売られなければ来週も高値更新、押し目買いですね。強い流れを見ていくのは面白そうなんですけども、あと2日間ありますからね。今日明日で売りが入ってしまったら、これは潰された。上髭をつけて、上値が重かったね、ということにもなりかねないですからね。まあ、さらにこれ、レンジ見た場合、高値圏ですから、まあ、売りを見ていくということにもなってくるかと思うんですね。ですから、こう、ロング見ていくとか、押し目買いを見ていく際に、これ、潰されてしまったら、しんどくなってしまうというのは、抑えておきたいですね。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に冷え性を重ねています。こちらも同じなんですね。直近の高値、まあ、若干抜けてきたんですかね。ただ、ちょっとこう、上髭も気になるところ。まあ、短期足見ていくと完全ブレイクしてますからね。ブレイクしてるんだから、押し目買いだ。何も間違ってはいないと思うんですけども。はい、こちらが4時間足、少々重ねています。まあ、シュワシュワ見ていくとどうなんですかね。下落トレンドの、まあ、このあたり一体調整局面と見ていくのが妥当かなというふうに思うんですけどね。現在地はその高値圏。ですからブレイクしてくればね、これは来週も高値更新ということになりますけども。まあ、そもそもの話、これをブレイクと見ていくのかどうかですね。さらにこれ、しばしばまだ確定していませんから、木曜日、金曜日で売りが入ってしまったらこれどうかなんですね。まだブレイクはしていないと僕なら見てしまうと思います。まあ、そうすると、この位置というのはレンジの高値ですからね。高値となってくるところは売りを警戒ということにもなってしまうと思います。まあ、ブレイクの押し目買い、短期足、まあ、冷やし環境を見ていくところは、まあ、冷やしを見ていくと、まあ、これはこれで間違いではないと思うんですけども、まあ、そういう簡単な状況ではないというところも押さえてはおきたいですね。はい、ではこの後は株式市場、金相場の方を見ていこうかと思いますけども、ダウがちょっとこう押しが入ってきました。まあ、今まで相当強かったですからね、まあ、多少数ぐらいはもう仕方がないかなと思うんですけども、こちらが1時間足に冷やしを重ねています。高値抜けた上昇トレンド。まあ、今回のこの動きは押し安値を割ってきたということになりますかね。ということで、まあ、押し目買い環境が完全に崩れたわけではないにしても、この売りトレンドはしっかり見えましたんで、戻ったら戻りよりも入ってきやすい環境はあるのかなと思います。下がったら買いが入ってくる、上がったら売りが入ってくる環境に、まあ、突入してきたということで、このあたり、まあ、調整局面ですかね。まだ高安はっきり見えてないですから、どのあたりが調整かわからないですけども、値動きとしては下がったり上がったりと、難しい動きになりやすい場所には入ってきたかなと思います。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、どうした日経平均という感じですかね。ドル円、こう、かなり強い上昇になっていますから、日経平均もこう、上がっていいような、まあ、そういった環境あるかと思うんですけども、逆に売りが入ってしまっています。まあ、ダウ平均が上値が重いというのもあるんでしょうけども、まあ、そもそも日経平均、ダウと比べても全然弱いですからね。まあ、売りの流れが出てくると、ちょっとこれは警戒したい。特にこうドル円上がっていても売りが入っているという環境になっていますので、ではドル円が円高になったらこれ上がるんですかと、なかなかまあそういう状況は起こりにくいんじゃないかなと思うんですね。円安でも上がらない、円高になったらより上がらないみたいなね、そういった値動きにちょっとこう気をつけたいところかなと思います。とりあえずこのあたりは一旦のサポートということで、まあ、流れは止まりやすいところだと思うんですけどね、止まったからといってこうすぐにロングを見ていける状況でもないかなと、思った以上にこの日経平均、僕は上値の重さを見てますけどもね、まあ、これどうなるかですね。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、1時間足に冷え性が重ねています。まあ、久しぶりの大きな売りがドンと入りました。まあ、調整の動きになってきたかなというところで、まあ、2750ドル、このあたりを超えたところは、一旦の上値抵抗ということにはなってきそうです。となってくると、今度は下のサポート探しですね。はい、ということで、このあたり、フィボナッチを当てると、サイズ感もなんとなくこう見えてくるかなと。小さな調整なんであれば、まあ、今の位置はいいところかもですね。もしくはもうワンサイズ、大きな調整、これぐらいはまあ、でもおかしくないかなというところで、今のこの現在地から見ていくと、もう一段の下落はあるかもですね。まあ、実際昨日の動きを見ていてもなかなかこうリバウンドも入ってきていないというと、まあ、昨日の動きを実際見ていてもね、なかなかまあリバウンドも入ってきてないということで、こうなるともう一段の下落は備えておきたいですね。ただまあ環境としてはもう全然強いです。大きな目線としての押し目買い環境というのはこれは全然ずっと見ていくことになるかと思いますんで、あくまで今のこの売りというのは調整の売りに過ぎないというところは抑えてはおきたいですね。
はい、ということで、本日の注目通貨、個別の通貨よりもこの円指数に注目、まあ、円相場ですね、こちらに注目をしたいと思います。昨日はサポートを割り込んできています。まあ、円売りが強かったということでドル円クロス円この辺りは大幅上昇にはなっているかと思います。まあ、特にドル円なんかこうドルも強かったですからね、より強かった流れになっていたかと思いますけども、ただ夜になってのこの買い戻し、あとはまあ一個上の上位足ですね、週足環境を見ていくとこれがブレイクになってくるかどうかは今日明日の動きで決まってくるということにもなりますから、戻りが入ってきてしまうとこれは状況も変わるということですね。まあ、昨日おとといでブレイクしてきた流れ、これをひっくり返すような強い買いが入ってくるかどうかが大きなポイントですね。こういった買いが入ってこないならばこれは下落トレンド、まあ、週足でも日足でもブレイクになってきますから、そうなるとまあ来週はこの安値更新を見ていくということになってきそうです。ということで、今日明日の残り2日間、この2日間で円の方に買い戻しが入ってくるかどうかというところを注視していこうかと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。